2019年に発足したキリスト全国災害ネット通称、全記載の第2回会合が10月13日に行われましたこの会合はオンラインで行われ全国の教団教派や支援団体からおよそ50名の参加がありました今回から新たに6団体が加わり全体で28の団体が加盟したネットワークとなりました全記載は 大規模災害に備えるための協力、災害が起こった際の情報共有、災害支援についての情報交換の目的を持って活動しています。災害の前に顔がわかる信頼関係を作っておいて、情報交換できるような。まあ、そういうこうネットワークを作るっていうのが一つと。あと災害が起こった時に、その災害に対して加盟団体がですね。 どんな支援活動をしていて、どんなニーズがあっていうことを、ホームページなどを通して、ですねいち早くリアルタイムで伝えていくことができるような形が必要だと思っています会合は、祈りと御言葉の奨励から始まり、7月に発生した豪雨災害によって被災した熊本南部の支援活動の報告、グループに分かれてディスカッション、情報交換が行われました。 7月の豪雨災害によって、熊本県人吉市で多くの被害が出ました。その中にはいくつかの教会や新都さんのお宅も含まれ、発災後、旧記載などが支援活動に駆けつけました。新型コロナウイルスが全国的に広がり、県外ボランティアの受け入れの可否など、頻繁に変わる情報や、その中で行うことのできている支援活動、現地の被災した方々の声などが、 全記載のネットワークを通して、各団体に報告されましたやはりこの災害支援をするとなると、本当にいろんなところからこの支援物資であったり、ボランティアの受け入れ、どう終わってますかとかいう問い合わせがやっぱりこうたくさん来るんですけれども、今回、この全記載が団体を取りまとめて、情報共有会議としてくださったかげりで,です、ね、本当に私たちに直接の問い合わせが減りました、なので、同じことをいろんな団体にこ説明をする必要がなくなって、現場の負担がものすごく減ったと。 いいいうううこととも大きななメリットだったかなというふうに思いますまたこれまでより多くの本当に支援金であったり、この支援物資であったりというものが効果的に集まったということにも大きな意味があったかというふうに思っていますグループディスカッションでは、コロナ禍における災害支援の課題、人材育成について、災害時の連携シミュレーション、全記載、ホームページやフェイスブック、メディアの活用など、意見交換がされました。 今後まとめた内容が全記載を通して情報共有されます。全国にこういう組織ができるっていうのは、本当に素晴らしいことだと思うのと同時に、ですね、えー、まだ災害が起きてないところに、えー、地域のネットワークがまだ足りないというようなお話も伺っているので、そういうようなところも徐々に埋まっていけばいいのかなというふうに思っています。 防災の啓蒙活動であるとか、防災減災の活動であるというのを、教会と人々、そういうつながりを通してお伝えすることができる、そういうような大きなメリットがあると考えていますこの前期祭がこの、本当に後押しをしてくださって、教会と一緒に私たちがこの働きをしたことで、地域の方々と教会がつながったということに、大きなこの、まあ、勇気というか、なんかそういう、あ大やって大丈夫なんだっていうことを、あの私たちはこうなんか、 強く感じましたね協会ができる範囲のものをこう後ろでこうバックアップしていくという,こう、まあ、そこに祈りが積まれるとかそういう具体的な心金が集まるとかそういった意味でこの前期祭の働きっていうのはこれからすごく大事じゃないかなというふうに思っています現在も日本各地で災害支援活動は続いています新型コロナの影響で災害から継続していたお茶会などの支援が停止している地域もあります 日本各地の被災地のために、全奇祭の活動のために祈りを捧げましょう。